見事満州を当てたっていうことで、なぜ取れたのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですよ。それは説明します。はい、何しろ練習抜群です。昨日もそうでしたけど、この全県情報を見てくださいよ。福来君だけグリグリの丸で囲ってあるでしょ、でここでも特に良いって書いてあるでしょ。福来君はもう全県練習から抜群だったんです。で中野はどうかっていうと、中野はまあ大したことないんですよ、まあ、普通悪くはないんだけど、福来に比べたら全然落ちるってことは、この1番2番で2番が1番をやっつけちゃうっていうのがどういう勝ち方でやっつけるか、もう一つ、中野はチルとレードで乗りましたよね、レードで乗るってことは伸びがないんですよ、だから伸びつけたくてレードにするわけ、で江戸川の選手が特にレードにする、いつも言うけど、レードっていうのはこういうどん付けですよ、マイナスはこうなの、で船がパタパタするから、江戸川では波があるからレードにする、多摩川は清水面だから、基本はマイナスじゃなきゃいけないんです、それがレードにしてるってことはやっぱり伸びがちょっと足んないんですね、だから、中野はちょっとクエスチョンマークがつくなって、それより何よりくらいが抜群ですから、ね、そんで新田は演技も何も良くない、でも腕はピカイチなんですよ、だって SG 勝ってますから、この中で SG ウィナーは新田しかいないんですよ、ね、井口義則、イグリンの一番弟子で、もう SG も勝ってるし超一流の選手ですよ、ただこの前、フライングやっちゃってきましたから、ちょっと割引かなきゃいけない、でも5コース6コース行ったら新田来ないけど、3コースだったらさばけるわけだ、いや頭を2で行ったら一応とりあえず21、次は何かやったら23ですよ、ね、当然23買います。であとは川井勇気っていうのは、これ静岡の選手だけど球がめちゃくちゃうまいんですよ、この杉山もそうです、球がうまいんです、でやっぱり4角でこれが追い上げるっていうのが十分穴であるから、2123の4でいいわけですよ、ね、そうするとその4点買ったら、2321で回って23になって231で回ってそのうち4になっちゃって1はズルズルベッタの4着でしょ、で結局234で1万6000もつくわけですよ、私は配当なんか見てないから、だから、はい、ね、そういうことで自分としては楽に買える配当は多分だと、まあ結果が満州だったってことだよね、車はあそこだからね、かかってますね、そういうことで当てましたけど、じゃあとりあえず終了ということですね、じゃあそれと、あとは私に神が迷いってきてるんですよね、そういう時当たる時はあ普段来ないんですよ、貧乏神が来るけど神はなかなか迷い降りてこない、だけど来ちゃうと強いわけだ、ね、そういうことです、